おはようございます。マースケチャンネルです。そういえばね、まだ顔洗ってないのでね、メガネとかついてると恥ずかしいので、ちょっと今メガネをかけさせていただいてます。はい、最近ですね、ちょっと今の、めんどくさいね話が、あって、でますますね、ただでさえお金もないのに、お金ないってなんか、去年ね、1年間病院入院手術ね、しまして、その介護施設をね、退職しまして、ただでさえお金ないのに、ますますお金がね減るようなことになってしまってるので、ちょっとその辺についてねお話できればなというわけで動画を撮ってみました。まずね、一番今ってこう決めつけられないんですけども、今一番、頭にあるのが、俺がね、前に俺がねうちで貸していた、うちが住んでいたマンションを貸してるんです。でなんですが、そこのね、借りてる人が、今年1月ぐらいから毎月月末に家賃を支払いようにっていう契約してたんですけども、次の月の10日とかね過ぎるようになってきて、1月ぐらいからで、今7月ももう終わりなんですけども、とうとう先月の6月ね、支払いがなかった、滞納されてんですね。でもう7月ももうすぐね終わりなので、それで2ヶ月目になってね、来ちゃうと、ちょっとね、マンションの、ね、管理費が高いの、バカ高いので、で、それでね、高いけれども、ずっとね、マンション住んでなかったので、借りていただければ、痛まなくていいかなということでね、安くしてたのに、安くして、そこから管理費も払ってたのに、それが払えないから、俺がのね、給料から払わなくちゃいけないんですけど、その給料なんですが、先日バイト先の社員さんからね、話がありまして、俺は今ショッピングモールの掃除っていうのは、ゴミ捨てとトイレ掃除、それとあと厨房の夜のね掃除っていうのをやってたんですけども、2ヶ月前に厨房掃除のじいさんが大怪我しまして、2ヶ月ほどはその、ね、ショッピングモールの掃除っていうのはなかったんですよ。そしたらですね、そっちのショッピングモールの掃除の方がですね、モールの方からのお達しで、経費削減、コスト削減ということで、何人かは、他の施設に行く人もいれば、辞める人もいるかもしれないし、ということで、どんな風になるか分かりませんけど、面談をしますなんて話言われてね、それが明日なんですけれども、そうなると、その掃除の方のシフトがこうなくなっちゃって、その厨房を、もともと厨房は希望の方じゃなかったんですけども、その厨房の掃除の方がもうメインになってしまう可能性が、大きくてね。で、そっちの方もね、病気の方であんまり厨房できませんよって最初面接とか言ったのに、そっちが先月、2ヶ月前からこう中止になっちゃってますが、ますますね、そっち中止になっちゃって、でしかもシフト減らされちゃったら、その給料、バイト代が減らされちゃうわけじゃないですか。そこへ持ってきて、先ほどのマンションの家賃収入がこう今なくなっちゃってね、実家がね中国地方なので、その電話したんですけども、プルルルは鳴るんですけど出ないんですよ。例えばね、知らない電話番号は出ないっていう可能性もあるので、そっちも2ヶ月ねその滞納されたら、おじさんだか知りませんけど、連帯商法承認になっているので、ちょっとね、手紙を送ってみたらって、ちょっと昨日、不動産屋さんにね、ちょっと行って相談してみてね、そういうふうにアドバイスを受けたので、してみようかなというふうに思ってます。で、肝心のマンションなんですけども、いつも、バイトに出かけるときにね、そのマンション前通るんですが、出かけるときはカーテン閉まってて、帰りにね、カーテン開いてんです。でも電気ついてないんです。だからもしかしたら電気ガス水道とか止められてんじゃないかななんていうふうに思いますし、それとちょっと怖いのは、前にね、ダイビングの師匠が住んでたマンションなんですけど、その
引っ越した後にそこが詐欺グループのアジトになってたなんて話もあるので、誰かの手に渡って、アジトにされたら困るなと思っているので、そこがちょっと今心配です。まあ、法律上は、ね、3ヶ月まではこう滞納って見なされないみたいですけども、3ヶ月過ぎちゃうと今度は例えば裁判になんて、立ち退きの裁判なんていうもの の条件にねこうなってくるわけなんですけども、裁判なんてお金ないからできるわけないじゃないですか。だから本当出てもらうしかないんですけどね。それももしかしたら長くなる可能性もありますが、早くね、解決してくれればなと思ってるのと、先日始めたね、同好会はまだ今のところ一人なんです。なんでまあ募集をかけてるんですけどね、そっちも集まればね、いくらかね、足しにはなると思うんですけども、そっちがまだ一人なので、そっちも早くね、人が集まればなというふうに思ってます。というわけでですね、本当はあの貧乏自慢になってしまいますけどね。で、食費もね、だから果たしてその今月のバイト代が、今からちょっと銀行に行ってみようと思ってるんですけど、バイト代がねいくらなるかわからないんですけども、今月はですね、毎月1年に1回のものが全部たまたま集中しまして、毎月1回のそのマンションの火災保険、マンションだからそういうふうに管理費とかもこう、管理費の他に修繕費なんかも払ってるし、掃除、人が住めやすいように掃除するのにね、4万8000円とかかかったんですよ。で、換気扇壊れてるって電話あって換気扇も直して修繕費に2万7000円ぐらいかかったんですよ。そうやってかかってるのにね、払わないとは何事だって話ですよね。で、それから1年1回そのね、親父とか、先祖代々の墓があるお寺の方でね、1年1回のね、ご自費って書いてありましたけど、管理費みたいなものをこう払うんですけど、さっきね、ちょっと封筒開けてみたら、いつもね3000円ぐらいだったのが5000円になったんで、ちょっと電話、慌ててじゃないけど、お寺の方に電話したら、理事会で、30年ぐらい上がってたので、値段を上げることになりましたなんつってね、値段が5000、3000円が5000円になっちゃいました。いやー、参ったなーって思いまして、それとあと先月ね、先月だったか今月だったかの、パソコンね、長年使ってたパソコンが怪しくなってたので、ノート型のパソコンに買いまして、それをね3年 の、 分割でね、ゲップで買ったんですけど、それがプラスされて、で去年ね、トイレのが詰まって直してもらったら、それがもう本当詐欺みたいで、2年でね、12万円ぐらい払わなくちゃいけないんですけども、それで直してもらったというふうに思ってたんですけども、やっぱり1ヶ月とかするとこう詰まっちゃってね、それを俺今自分でね流せるようになったんで、なんとか なってはいますので、一つも直ってねえじゃねえかって感じで、要はね、その排水口の流れをね、良くするために排水口をね、修理しないときっといけないんでしょうけども、それもね、毎月6000円近く払ってるんです。で、ということでね、お金がこう出てくるばかりで、全然ね、入ってこないで、入ってくる方もこう減らされる可能性がありまして、本当にね、困った状態です。本当に昨日ね、ちょっと面白い話で、話が横道されますけど、昨日、できてから初めてね、その地元の図書館の方にね、行ってみたんですね。というのは、俺のね、先ほど言いました同好会のポスターが貼られているかもということで行ってみたんですが、同好会は貼ってなくても、俺のね、人材バンクの登録してるので、それのね、名前とかは貼ってありましたね。結構ね、見てる人もいるらしくて、この間の講座はそこで見て、講座を応募してくれたということで、それはそれでね、ありがたかったんですけども、そこでね、ちょっとついてたから、その図書館をこう眺めたところ、でですね、さすがに図書館なんでね、昔俺いわゆるその自然の家系の方で働いてたことがあるんですけども、その時ね、その事務所に空きがないということで、事務室に、図書室を事務所代わりに、使ったんです。その時に本がいっぱいあるので、こう眺めた中に新四六っていうのがありましたね。今時はね、こうなくなってしまったのかもしれませんけど、
いわゆるね、昔だったら長者番付って言った方が分かりやすいかな。長者番付ってそのよく芸能人の長者番付1位とかって発表されてたじゃないですか。あれの古い版で、まあ、あの昔はその分厚いね、あのもう超分厚い本になったんです。それが置いてあって、それ眺めたら、あの当時の競輪、もう大昔ね、競輪選手だったじいちゃんの名前とか、その、ね、あのおじさんの、 あの名前が載ってて、へえと思ったんですけど、それがね、昨日その図書館に行ったら、一冊昭和34年版がね、一冊だけあったんですよ。で、それ眺めたら、もうそれにじいちゃんが載ってて、そのじいちゃんは、その昭和34年、だから3丁目の夕日の時代ですよね。あれ、昭和33年だったか、東京タワーが作り始めたやつ、パート2かなんか、そんな時代やりましたよね。で、それ見たら、じいちゃんはその、当時のね、その競輪場の、なんか理事とか、あと商工会議所の、あの理事とか、もうなってて、その時にね、そのもう今はね90歳ぐらいのおばあさんが27歳で、おじさんが30歳ってなってたんで、多分うちのおかんは、まあ、まだね、あの学校大学卒業して東京で働き始めた24歳ぐらいのね頃なんですね。その時にその息子でやる一番上のいとこがね3歳なんて書いてありまして、でじいちゃんの趣味が将棋と狩猟で、狩猟という話はあのばあちゃんからね聞いたことあるんですけど、そんなところはね、こう細かくでもないけど書いてありましてね。そうやって、そういったね、紳士力っていうのは、まあ、お金持ちの人がこう乗るもんなんですけど、そうやってね、じいちゃんお金持ちだったんですけども、で当時うちもね、三丁目の夕日の時代から、まあ、俺が小さい頃までは、お手伝いさんがいまして、まあ、二人いた時もね、ありまして、その他に住み込みでね、うちバイク屋だったんですけども、働きに来てる、住み込みで働いてたね、あのあんちゃんとかもいたりしてね、でこう大家族みたいにそのおでんテーブルをねこう出して、にぎやかな食事をね、してた記憶がありまして、それはね俺は復活を願ってたんですけども、だんだん復活のところがだんだんね人も減ってきまして、で一昨年はもうお金もなくなっちゃって、今はねついにね一人のね食卓になってまして、毎日あのしかもね、9時過ぎにこうバイト、夜のバイト終わって帰ってきて、一人でね、こう寂しく食べるようになっちゃいました。おまけにテレビがね、壊れたのか、アンテナ壊れてて、テレビも見れないので、シーンとし静かなところで、黙々と食べるって、なんとも寂しい、ね、食卓になってしまいました。なんでこんなに、ね、なってしまったのかなって、まあ、世の中のね、まあ、不景気のせいにするのもなんですけどもね、で一生懸命働いてたんですけどね、はい、困ったもんです。はい、というわけで、まだね、頑張ってね、まあ、お絵かきの同好会の方も頑張ってね、あと、ほら、病気の方もね、最近のね、検索だと、知らないでいると半分が死に至るっていう病気だったみたいで、その手術でね、併発してたものが、まあ、併発というか、伴ってた病気が。ということで、まあ、死ななくてよかったなと思いますけど、それだってね、先生が、ね、先生も難病なんで、ね、分からないっていうくらいなんで、ね、いつ死ぬかももう分からない状態で、今年はね、若くして亡くなった親父とね、親父が亡くなった年とね、来月の誕生日で、ね、同じ年に並ぶわけですよ。だからね、残りはまあ余生と思ってね、まあ、生きていかなくちゃと思ってる矢先にね、そうやってね、次から次へとお金がね、こうかかってきましてね、お金も足りなくなってきまいまして、食費もどうなるかというのは分かんない状態でね、本当にね、貧乏になっちゃいましたね。まあ、頑張ってね、お金は稼がなきゃいけないんですけども、頑張れないんですよ。まあ、働けのもね、こうままならないので、まあ、これからね、9月過ぎたらね、病院が一つ終わるので、病気で一応対象疾病にもなっているのもあるので、まあ、要は障害年金もらえるかどうかっていうのをね、ちょっとね、年金事務所行って聞いてこようかなっていうふうに思ってます。それでもらえるようになればね、ちょっとはいくらかね、生活もね、楽になるかなっていうふうに思ってますので、はい、そんな状態で、今回はね、貧乏になってしまいましたが、その貧乏生活について、ちょっとね、お話しさせていただきました。一応サムネの方はね、先ほどと、ま、撮影しました現在のね、冷蔵庫の中身なんですけども、今朝収穫しましたナスと、あと今使ってる
まあ、それだけではないんですけども、玉ねぎとちょっとシワシワになってきてましたその生姜があると便利なんですけどね、それをねちょっとサムネにしてみましたので、で最後に最初にね目に入ると思いますが、まあ、冷蔵庫空っぽじゃんとね思っていただければ幸いです。はい、というわけで、この動画が万が一面白いと思ったらグッドボタン、もしくはチャンネル登録をね、していただきまして、ね、お金がなくなってしまったマースケを応援していただければなというふうに思っております。はい、というわけで、ご視聴ありがとうございました。